これはエマスバナナの収量株から出ている小株1本目、2本目、そしてここにですね、端の方に3本目が、これですね。こちらから映した方が。3本目が出てきていますね。この終了した親株は、竹林の、北側の竹林と言っている場所で、日照も良くなくて、それから竹がたくさん生えている場所なんですが、そこで放任しておいて、一応結実したんですね。それで、それを切りまして、カットしまして、この芋だけを家の方に掘り上げて持ち帰ったんです。そしてこのルートラップポットに入れておいただけなんですが、ある程度は小株が出てくるだろうと分かってはいたんですが、何本出てくるか自分でもはっきりは分からなかったんですが、6月の末になって3本の小株が出てきていますね。それでこういうものはですね、この収量株の神経芋を調べてみなくても、こういうふうに何らかのポットに土を入れて埋めておけば、いずれ結果がわかるものですから、芋はどうなってるんだろうとか、こういうものに関してはわざわざ調べる必要はないんですね。それで、これ結構重いんですよね、このルートラップポット全体が。ですから、これを取り出してこうなってますとか、ここでは私は説明しませんから、入札して落札できた方がですね、このルートラップポットから全体を抜き出して、そうして露天露地で、何もしないでそのまま穴を掘って埋めておいたらいいだろうと思うんです。そうすると当然これが次の親株になると思うんです。これが2番目、こちらが3番目ですが、そうして本年は放っておいて、これは私の方では非常に条件の悪い場所で、放任で通年露天露地、していますが、例えば和歌山県とか三重県とかこの近辺ですとね、そうなるだろうと思うんですが、もしもっと冬が厳しいところで心配な方はですね、これを本年は放っておいて、11月のどこかの時点からもし保護するならば、ビニールで半球円状に覆っておけば、それだけでおそらく来年成長再開するようには思います。その辺は
ご自分で考えて工夫なさってみてください。で、もし越冬した後に複数本立ちでよく成長するようならば、来年もそのままにしておいても、一家族として苗が多すぎるということはないと思うんですが、その次ですね、再来年になると、それぞれの現状の子株が神経におそらく水面を生成して、そのまま放っておくと、まあ10本近い複数本立ちになっちゃうような気がしますので、その場合には適当に掘り上げて、その他の場所に植えて、そうして何家族かを構成、場所をちょっと違えて、数家族を構成していく。そうすると、まあちょっとしたエマスバナナ畑になりますよね。エマスはまあピーさんマスとも言いますが。で、それもこれもですね、こういう修了したいにも神経があればこその話でして、まあ神経がバナナ苗の命と私が言っていることの意味をある程度理解していただけるかと思うんですけどもね、まあ、これはもう取り出さないでこのまま出品しますので、エマスバナナに関心がある方はご入札ください。